お疲れ様です。競輪いつきチャンネルいつきです。まっさか桂が2位予選ということに、ね、なっておりますので2位予選をしっかりとね観察して準決勝決勝戦の的中率を上げていきたいと思います。 初日はめちゃめちゃ荒れました。ということで、2位予選も荒れるのかどうか確認しに行きましょう。予想の方はメンバーシップで出しておりますのでね、予想が知りたい方はメンバーシップご登録をお待ちしております。その予想が当たってるのか外れてるのか確認する方法、チャンネル登録をしていただきまして、通知ボタンをオンにしてください。そうしますと私が毎日当たったのか外れたのかご報告させていただきます。この前説が長いと思われた方は、 YouTube 説明欄に目次という項目があります。12レースを押していただければ、12レースまでスキップするということに、ねえー、なっておりますので、スキップ機能もお使いください。それでは12レースね、えー、並びの確認5814。5番の村田優輝に、8番の神田、1番の笠松、4番の、ね、西田までがラインを形成します。地元勢と。396。3番の片折に、9番の磯田、6番の原田が回ります。 2番7番、2番2の瀬戸に7番の坂本ということで、まあ、変則ですけれども3分線ともうここでね一つポイントは1番の笠松がいるんでおそらく村田裕樹がスタートを取ってしまうと、えー、そして3番が抑えに行った時に突っ張ってしまって、まあ、8番の、ね、神田が有利にことを進めていくというふうに考えております。 ただね、神田はね、まだマーク型というよりは自力なんで、一番の笠松がね、直線中割でね、一着をね、取れる可能性もね、多少あるのかなというふうには考えています。本来はね、5番の村田、スタートを取って下がってのかましまくりがね、すごく威力があるんですけれども、まあ、村田の性格からするとね、ライン4社になっておりますし、 地元税勢を引き連れてのね、突っ張り先行かなと思います。もうだったらここはね、ありがたく8番からね、8番からね、利益を取らせていただきましょうということで、8番1番7.9倍、1番8番が12.7倍、8番2番58.1倍、 2番、8番が55倍ということでね、まあ、私の本線集めは8から1に折り返し4点です。そしてね、まあ、8からだとつくだろうなということでね、8、5、7.6倍。まあ、ここは安いですね。ですけれども、8、3、68倍。8、9、32倍。8、7がね、66.3倍ということでね、軒並み高配当になっているということなんで、ここはね、8から入って、 でえこんなにつくのというところを、まあ、狙っていきたいなと。ちょっと村田はね、突っ張ったらね、残らないんじゃないかなと思いますんで、まあ、8番、5番はね、ガミってもいいので薄めに行くと。まあ、それよりは18、81、ここですね。特に18ですと、裏目線量ということになっておりますので、まあ、ちょっとね、この18、81、そしてね、28、82、38、83、ここまではね、ちょっと集めていこうと思ってます。 で、まあ、大穴が開いた時っていうのは、えー、3番の片折りの一発が決まっている時じゃないかなということで、まあ、3級でもね、30倍つきますし、まあ、3558倍、31が53倍、32ですと、えー、344倍ということになっておりますので、まあ、ここはね、えー、薄く薄く押えてと。このレースは、村田っていう選手が、 スタートを取って地元がね、ついてる時っていうのはもうね、突っ張ってしまう。それが本当に突っ張るのか、それとも今日は下がってかましがあるのかというのをまあ確認したいと。今のところ村田のレースを見ておりますと、どうしてもね、突っ張っちゃうんですよね。突っ張るとね、末を書くということがあります。ただ、村田の今後のね、ことを考えていくと、まあ、ここは突っ張りもね、入れた。 先鋒を取っていくというのはね、いいことだと思うんですけれど、目先の価値を拾いに行くのか、それともスケールの大きなね、競輪選手に育っていくために、今はガンガン先行していくのか、さあ、どちらだ村田、結果を確認しにいきましょう。スタートです。1番、徳島の湊誠二番、岩手の照井拓成。 3番、京都・畑嵐4番、高知・佐々木紀之5番、神奈川・大塚明6番、京都・村田瑞生7番、徳島・久田祐也8番、奈良・栗山俊介9番、栃木の岡田太一10レースのスタートです。 うちの3社の中から2番の照井拓成が飛び出して、うちから1番の港誠治、そして3番の旗段嵐です。単枠3社が2、1、3のスタートになって、1周回目の2コーナーカーブを迎えます。ライン3つの競争で東の前回り、2番の照井拓成がスタートを取りました。四国の番手線、1番の港誠治が2番手、そして近畿の番手線、3番の旗段嵐が3番手です。これで3つのラインの一子取りは決まって、1周回目、2センターから4コーナーカーブへと向かいます。 東のラインが前段からの競争です2番岩手の照井なりの前受けですマーク上がってくるのは9番栃木の岡田太一そして3番手5番神奈川の大塚明北日本関東南関の3社でまずは前段ですその後ろ四国勢中段です7番の久田雄也が4番手マーク1番の港誠二徳島3番手には4番高知の佐々木則之四国取りをは中段です 後方が近畿勢です。6番の村田光樹は後方の7番手。同門3番の畑南嵐がマーク。3番手8番の栗山俊介。近畿トリオは後方です。3つに分かれまして4コーナー回って直線。残りは3周。まもなく青番刑事です。東の3者が前段からの競争です。2番の照井拓成がまずは正後方です。G3 の2乗戦は今季2度目7月の福井以来です。 2番の照井田くなりマークは9番の岡田大地そして5番の大塚明東の3人が前段からの競争です本戦四国戦は中段の位置です7番の久田雄也4番手で,です初戦は7番手からまくって包みとワンツを決めていました7番の久田後方から近畿勢上がっていくところ6番の村田瑞希中段で少し牽制する格好で7番の久田雄也残りは2周回赤番のホームです 前は2番の照井なりその照井も前々踏み込んでいきます中段からは7番の久田、照井が一旦突っ張って後方に下げて6番の村田瑞希もう一度2コーナーから上がっていきそうか6番の村田瑞希が踏み込んでいくマーク3番の肌田嵐8番の栗山も必死に食い下がるジャンで6番の村田瑞希がたき切っています2番の照井なりはこれを出して4番手になって7番の久田優也、後方7番手ジャンの4コーナー7番の久田がまくり上げる。 レースは最終周回と向かっていきます。久田の巻き返し、中断、そして3番手、2番手に上がってきて、旗団がこれを受け止める。旗団ブロックできるかどうか乗り越えるか、7番の久田優也、2コーナーどうやらまくりきりました。7番の久田優也がまくりきっている。追走は1番の三田寿誠治、切り替える3番手には3番、あるしアウトコースは4番、佐々木紀之ですが、3番手、インコースから今度は内へ行った3番の旗団マーク、まあ、8番のクリアの直線コース、先頭7番の久田優也、7番、久田、そして切り替えて追い込んでくる3番の畑田�� 3番の畑 1>, 1番の港政治までできてそして3番の旗団は4番の佐々木の後ろあたり切り替えてさらに前に前に踏み込んでいきました7番の久田祐也先着ゴールを果たそうかというところ最後は捉え切って3番の旗団荒らです切り替えて追い込んで3番の旗団、1着で入線です7番の久田が2着3番7番その後の3着争いどうでしょうか8番の栗山俊介が食い下がって9番の岡田太一 1>, 1番、地元西村康太2番、栃木の福田博3番、徳島堤宏4番、石川小坂井浩二5番、青森の五日市誠6番、埼玉、朽原博7番、地元、皿屋豊8番、北海道板垣昴9番、徳島の久米公平 11レース二次予選のスタートです5番の五日市誠内から1番西村光太に2番の福田博史さらには9番の久米光平この辺りが飛び出しています誘導の後ろどうでしょうか5番の五日市とか5番の五日市そして9番の久米に1番の西村3番手のスタートになりました関東が後方になって2番の福田博史が4番手各ラインから5、9、1、2と飛び出しまして1週間目3コーナーカーブを迎えます 外枠から北日本勢、前段の位置ということになっていきそうです。5番の五日市がスタートを取って、上がってくる8番の板垣すばる。4コーナー回っていきます。徳島の2社がその後ろ、地元勢はさらにこの後ろで後ろ中段の格好です。レースまもなく2周回目に入っていきます。前段は北の2人、8番の板垣すばるの前受けです。マーク5番の五日市まこと、北の2人が前段です。徳島はその後ろです。3番手4番手。 9番の久米康平に、マーク3番の堤博、徳島の2人は3、4番手です。5番手以降が中部の三者、7番の紗来豊に、マーク1番の西村幸太、3番手回りは4番の小坂井浩二、中部勢は後ろ中段の格好で、後方に関東の2人8番手、9番手です。6番の久木原博は今日は自力戦で、マーク2番の福田博が最後方です。縦一列の2対2対3対2の形です。 8番の板垣の前受け、3番手9番の久米光平、地元7番のさらゆたはその後ろの5番手、後方の8番手が6番の茎原博、2コーナー回ってバックへと入りました。地元勢は後ろ中段からの格好です。前は8番の板垣すばるが正後方です。初戦は簡単にはひるまない、そんな競争を見せました。8番の板垣、マークは5番の五日市誠、後方からは関東の2人が上昇です。 六番の久木原から上がりまして、残りは二周赤番のホームです。前は北の二人、それをかわして、六番の久木原が切りました。地元勢上昇です。七番のサラヤ豊、ジャン前イ二コーナーカーブを抑えています。一センターを抑えて、七番のサラヤ豊。この後ろから、八番の板垣は前前に踏んでくる。八番の板垣がジャンで、まずは飛び出しました。その後ろから、九番の久米公平、久米公平が三番でアウトコースで、地元勢、そのインコースです。四コーナー回っていきます。 地元勢ここは下げるかどうか7番の紗来昴が5番手に引いた最終周回です先行8番の板垣る、3番手を手に入れたのは9番の久米公平です7番の紗来は5番手一方6番のキャラは後方の8番手縦1本でバックから3コーナー河辺と向かっていきます3番手9番の久米公平が後ろを見ている7番の紗来昴が5番手からまくれるかどこか4コーナー回ってまもなく直線へ向いてくる1番の西村ー太は内へいった直線コース先頭8番の板垣る、番手から5番の五日市誠横に一線に並んできました 8番の板垣が逃げて射程圏の3番手は9番の久米公平で7番の皿井豊は道中まくれず内から今度は直線外へ持ち出した1番の西村幸太ではありましたが展開は板垣マーク5番の五日市誠5番の五日市誠が追い込んで1着で入選でその後はどうでしょうか1番の西村幸太が2着争いはわずかに体勢有利か5番1番その後の3着争いここは内つと離れています大外に7番の皿井豊そして内には3番の堤志 九番の久米はちょっと体勢不利か。一番愛知風松信行。二番長崎瀬戸英作。三番埼玉の片寄亮太。四番広島西田雅史。 五番富山の村田裕貴。六番新潟原田泰治。七番長崎坂本和也。八番地元神田凌。九番栃木の磯田明。十ニレース日予選のスタートです。うちから一番の笠松信行、さらには七番の坂本も取り出してはいきますが。一番の笠松信行。まずは入によっていきます。枠なり続いて二番の瀬戸英作。 一週回目、二コーナー回っていきます。中部三番手回り、一番の笠松信行、きっちりと前の位置を抑えています。その後ろは二番の瀬戸英作、長崎勢が二三番手のスタートになって、関東勢後方です。一週回目、まもなく、二センターから四コーナーへと向かいます。スタート一番の笠松が取りまして、今、五番の村田裕樹。外目、ゆっくり上がってくるところ、五番の村田、八番の神田良。 1>, 1番の笠松信行前段は中部この後ろに4番の西田正史、史ここまで加われまして4人のラインで前段です長崎の2人は中段です5、6番手2番の瀬戸英作マーク7番の坂本和也で中段です後方関東トリオで3番の片織涼太は7番手マーク9番の磯田明そして6番の原田大志関東の3社で後方ですライン3つですが4対2対3の形です もちろん5番の村田隆樹が前そして中段の5番手に2番の瀬戸栄作関東勢後方で3番の片桜涼太は7番手残りは3周青番の刑事を通過していきます5番の村田隆樹まずは正攻法からの競争です1条線では突っ張ってまさかの4着ではありましたがこの2条線ではどうでしょうか今日も前からの競争で5番の村田マーク8番の神田良。 折り合って1番の笠松のは番番手ながら関東勢動いていてきます3番の片折りが前の5番の村田に並んでまもなく2センターから4コーナーカーブです後ろ攻めから関東勢上昇で前の中部勢と並んで4コーナー回っていきます平走の後ろは長崎の2人3番の片折り5番の村田勇気おーっと村田が落車転倒です大波乱になってしまったもつれてしまった 2コーナー回っていきます。これで神田が先頭に変わっています。笠松が追い上げていく、赤番のホームで大波乱になりました。神田、笠松、そして4番の西田、この3選手が先頭から3番手。3番の片折でお互い4番手から仕掛けていく。長崎勢は後方で最終周回と向かっていきます。ホームで3番の片折かましていきました。片折のかましです。 9番の磯田そして6番の原田大志後方から2番の瀬戸英作まくり上げて8番の神田亮は3番で飛びついている2コーナー回ってバックと向かいます2番の瀬戸英作まくっていきますが7番の坂本離れました8番の神田は3番手をさばいて2センターからまもなく4コーナーカーブ先行は3番の片桜涼太後ろは9番の磯田明4コーナー回って直線です番手から9番の磯田明9番磯田3番の片か一気にかました3番の片桜涼太 番手になった9番の磯田明の追い込みです磯田明が追い込んで3番の片織涼太優先順位は9番の磯田3番の片織外目からは2番の瀬戸栄作9番、3番、2番その後は1番、4番、4番、1番の絶戦です。 さあやはりね、落車が絡むと後味がね、悪いですね。ということで、1番の笠松がね、スタートを取ったんで、まあ、5番のね、村田、突っ張る気満々なんだろうなと、他のラインはね、それをいかにね、潰していくのかということで、まあ片折がね、取った戦法はということで、抑えに行くんですよねちょっとここで強引さが出たんですかね。 まだね、赤番のところでね、5番の村田がこけてしまう。これはもうね、なんか気が抜けましたね、この一瞬で。ここですね、はい。ああ、というね、ことで。ああ、これでレースはもうね、潰れてしまったということで、いた仕方なしですよね。8番もね、どうしようかなと、誰か来てくれないかなと思ってるんでしょうね。で、まあ流しているところ、3番のね、片折りが行くんですけれども、 まあ、片折り自体がね、これ、まあ、多分、審議にね、かかるだろうなと思ってたんで、あ行ってしまった、あと。8番本来はね、番手で飛びついたかったんでしょうけれども、まあ、飛びつけず3番でと。2番はね、もう、外閉走のままですよね。結構足使いながら、もう一度まくっていくんですけれど、3番が踏み直すとね、それ以上は進んでいかないと。 もう前がかかってるんでね、8番もね、行くに行けないと、1番の笠松ね、うちに進路を取るんですけれどね、伸びずということで、まあ、うーん、9、3で決まって3番が失格と。まあもうこればっかりはね、なんかね、こう、無理やりこう、やり合ったとかそういうわけでもないですしね、今のところ見ておりますと。いやー、ちょっとね、このね、レースの目玉選手だった村田選手がね、 赤番でいなくなってしまったということでねまあ、最後はね大波乱になってしまいましたいや今回の真っ坂競輪はよく荒れるということで実力拮抗とはよく言ったもんですよね任意予選もね安いレースを探す方が難しいということでまあ、12レースはねこれ取れなくても致し方なしですけれど 11レース取り損ねたんですよね。1から行ってて5をつけていなかったということでね、これはね、ちょっと痛恨のね、極みということになります。さあ今日なんですけどね、まあ6レースから12レースまで適当にわたってるんですけれど、こう、会心のね、 一撃っていうのがね、ちょっと今日取れてなくて、まあバラバラ取れてるという印象なんで、明日はね、敗車線も含めて、さらにね、後輩等が出るんじゃないかと思いますから、ちょっとね、1点、点数を増やして、そしてね、ここ、今日取り損ねたね、大穴を狙っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次のレースでお会いしましょう。お待ちしております。